来やがったか。なかなかやるみたいやが、ここまでや。ずいぶんえげつないですね。壊れてしもうたか。西谷会長の部屋はこの上です。きっちり半殺しにしておりましょう。火つけとるのは渡瀬組の仲間です。頭のご指示で。鶴野、あいつもここに来てんのか。話は後や。今は火が回りきる前にやることやらな。よく来たなお二人さん。そっちの犯人、それでごまかせてるつもりかよ。シシド、さすが英明してますな。どういうつもりだ。俺ら近江の内輪で潰し合って、お前らに何のメリットがある。
メリットの話で言うたら、キャッスルはありがたくいただきました。鶴野の頭もお喜びでしたわ。そんなのが目的じゃねえだろ。金なら私組も十分稼いでる。今さら鬼人会敵に回してまで欲しがるか。しかも桐生一馬が生きてたこととは繋がんねえ。なあ桐生、あんたももういいだろ。顔見せてくれよ。やっぱりだ、堂島の竜。なんだよ、あんたが全盛期の時にぶち殺したかったな。シスタ、俺一人で行く。お前は手出すな。ええ、お手並み拝見といきますわ。お前桐生とはどういう関係なんだ。シシド、鶴野も一枚噛んでたらな。まさか渡瀬の頭も承知か。どうでもいいだろう、そんなことは。あ、これからあんたを叩き潰す。別に恨みがあるわけじゃない。こいつは仕事だ。だがこの間の喧嘩じゃお互い消化不良だったよな。あんたは俺に負けた気がしてねえようだし、今度は勝てるとさえ思ってる。要はすっきり蹴りがついてない。そうだな、確かにくだらねえ話はどうでもいい。今俺が聞きてえのはお前らの悲鳴だ。いい声で泣けよ。キリュウさん、こっから外に出れます。分かった、低下せ。西谷を釣り出す。
そいつはあんたの正体に気づいとるんやで。人言派としての恨みもある。置いてったらいいんや。うるせえ、早くしろ。クソが。そっから非常階段で降りれます。ドア開けて。西谷は俺が。よっしゃ、これで。お前、何を。なんで西谷生かしとくんです。殺した方が楽に決まっとる。だが、するのは。ジャカシ、もう済んだことや。それに、鶴野の頭も全部承知してます。なんだと。するな。てめえ、最初から西谷を殺す気だったな。なんでだ。そこまでやる必要はなかったはずだ。殺す必要はあったんです。そして生かす価値のない男やった、あの西谷っちゅうは。何。昔俺の射程で組から逃げた若いのがおりましてな、族上がりで、まだ二十歳くらいのやんちゃ坊主でした。組を無断で抜けるは確かに重罪や。簡単に許してたら他に示しがつかんけど、相手はガキや。じっと探すふりだけして俺は見逃すつもりやった何があった。俺が放免したそのガキを西谷はけじめつけなあかん言うてわざわざ見つけ出した。よその組のことやっちゅうのに、どっから聞きつけたんか。多分うちの親父にええ格好したかったんやろ。俺が見逃すつもりなんもみんなお見通しやった。で、知らせを聞いて俺が駆けつけた時にはもう生爪剥がしたり、鼻を削いだり、刺した腹の傷いちいち火で炙って、西谷お気に入りのフルコースが終わりかけのとこやった。もう助かりようもない。そのガキは山に生き埋めにされようとしてた。せやから俺はガキの頭に銃でとどめさしたった。もう苦しまんで済むように。俺もあの会長にはよういたぶられました。鬼人会の闘技場では試合に勝てんやつ、体弱ったやつはすぐに間引かれる。そん時会長はさっき頭の言うてたフルコースでもてなしてた。生き残るためやったら何でもやるしかありませんでした。せやから俺はつい今さっきのことやのにもう後悔してます。あんな簡単に殺すんやなかった。もっと長いこと時間かけて地獄に送るべきやった。俺は極道を解散させるっちゅう親父の話を聞いてすぐに賛成しました。けどそのわけはあの人らみたいに小難しい理屈やない。極道が滅びなあかん理由は他にもあるんとちゃいまっか。西谷みたいな外道をのさばらせるくらいならとっとと消えた方がええ。騙し討ちで
人に殺しの片棒を担がせた後じゃなきゃもっと説得力があったのかもな。俺らも消えた方がええ人間です。自分だけ格好してみよう思うても、所詮同じ穴のムジナや。よっしゃみんなご苦労やった。鬼人会の頭は潰した。俺らの仕事はここまでや。あとは親父の出所を待つ。ええな。へえ。